皆さんこんにちは。第4章、ふるさと創生から地方創生へのパートを担当しました吉田祐斗です。実は、地方に軸足を置いた国づくりの取り組みというのは、1980年代まで遡ることができます。本書では、その過程を振り返りながら、近年生まれてきている危機感を自分ごと化して、それを 良質でで戦略的なな官民連携で乗りり越えてている様々な自治体を取り上げてみました特に私自身横須賀市長として8年間またこの里山推進コンソーシアムの事務局長としての2年間の経験をしっかりと生かしてこの本書の執筆にギュッとエッセンスを詰め込んだつもりです。 ぜひ皆さんが手に取ってご覧いただけることを楽しみにしています。よろしくお願いいたします。